はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。もうだいぶ酔っ払ってるんですけど、もうね、酔った勢いでまたね、いつもの通りまた飲んでいきたいと思います。はい、今回は、ちょっと変わって大分麦焼酎ね麦焼酎ですよ。もう今まで麦焼酎2種類ぐらいしか飲んだことないんですけどね。いいチコと、あとなんか、混ざりもんのやつね。大分麦焼酎の二階堂でございます。これ知らん人は いないと思いますけど、これ見てる人で。わかんないけどね。本格焼酎麦製蔵元。大分県の秀町二階堂城、アルコール度数25度、原材料名麦麹、二階堂酒造有限会社ね。麦焼酎といえばもう二階堂かいいちこ、まあ、大体この二強でしょね、わかんないけどね。あくまで。まあ、いいちこが多分一番売れてんのかな。やっぱな。いいちこ飲んだ俺、以前飲みましたけど、別にうまくなかったですよ。別に麦の味しなかったしね。大体。麦焼酎なのに麦の味しなかったからね。あ、これ麦の味？え？っていうレベル。確か値段がこれ結構安かったん。800円ぐらいだったかな。ね。こちら飲んでいきたいと思います。多分こっちの方がうまいと思うんだよね。あの、いいちこよか。多分。でも見た目は無色透明ですね。あら。無色透明です。あれ麦って言ったらちょっと若干黄色っぽいんじゃないの？あれ、まあ、麦焼酎のね、プレミアム焼酎といえばやはり、一番有名なのは、100年の孤独。飲んでみたいんですけど、高いですよね。じゃあいただきたいと思います。乾杯。やっぱ麦は若干独特の香りはしますね。これは全然違う。いいちこよか味の方向性がちょっと違いますね。なんか、甘い。いいちこ割りかし、辛口だった気がする。第1回全国食品産業流用企業優良企業賞受賞だって。甘いです。麦焼酎やっぱり芋に比べるとちょっと癖はない。かな。ただ、芋に比べると、麦ってほら、なんか味のほら、なんか、表現の仕方が、ちょっと難しくないですか？でも、これ甘いですね。結構。
いいチコに比べると多分明らかに甘い。とは思う。もういいチコ飲んでだいぶ経ってるからもう記憶にないんですけどね。うん。麦か。麦っていうと、うん、でも美味しいですね、二階堂。いいチコよか俺美味しいと思いますけど、うん、美味しいです。うん、うん。香りも割と、これが麦の香りなのかって。麦ってさ、あんまりほら、馴染みがないでしょ。麦を食ったって人いる？いないでしょ。だから俺、麦っていうのがどういうものなのかっていうのはいまいちわかんないんですよね。麦っつったらほら、大麦とか、麦、ビールって麦なんだっけ？まあそこら辺ですよね。多分ビールって麦だと思うんですけど。あれ、大麦だっけ？麦芽だから麦なんですよね。ビールの味。まあビールの味。ビールの味。まあ難しいですよね。ここら辺は。ただ、まあ、まずいかうまいかって言ったらうまい。これは。うん。香りも高い。コクは、まあ、まあまあ、ある。いや、でもまあ、すっきりもしてるから三つ星ぐらいかな。うん。香りは高い。四つ星だな。うん。うん。甘み。かなり甘めですね。うん。うん。これはいいチコよか全然うまいでしょ。いいチコは多分辛口の麦なのかな。うん、もうね、麦とかね、芋に比べるとほら、明らかにこのね、あれでしょ？味のそのなんていうかな、特徴があんまないんですよ、麦って。だからなんか辛口だとね、もう何なのかよくわかんないんですよ。味が。辛口ってもうなんか、いまいちわかんないんですよね。こう、むぎむぎっとしてて甘いっていう感じだとちょっと印象に残るんですけど、いちこはもうなんか、香りしかなかった気がする。味っていうか甘さとか味、甘み、旨み、みたいのは、ほぼなかった気がするね。うん。うん。これは美味しいですね、二階堂。うん。明らかに、いちこよか美味しいです。うん。甘い。いいチコよかはるかに甘い。で、旨味もある。香りもある。
うん。まあ、いいチコに比べるとやっぱりスッキリしてない。香りがその、キレとかがない。んだけど、個人的に麦焼酎っていうのはまあ、もともと麦焼酎ってあんまり印象が残らないんで、うん。これぐらいちょっと甘くて香りがあった方が、うん。個人的に印象に残っていいかなと。うん。っていうような感じしますね。うえ。コク。コクはまあ三つ星かな。甘み四つ星。香り四つ星。かな。おすすめ度数は、まあ、四つ星でいいか。うん。うん。よし。こんな感じでいいかな。はい。今回の、総評でございます。日本酒道。右上にある日本酒道を忘れてください。日本酒ではありません。コクが三つ星。うん。ここはまあ、普通ぐらいかな。割かし、まあ、ありぐらいの。甘み、うん、甘いです。これは、結構な甘さがあります。香り、うん。しっかり麦の香りっていうのはこういう香りなのかと。ね、わかるぐらい。おすすめ度、うん。これは値段的に見て、800円ぐらいで売ってますからね。900ml ですよ。これは四つ星でしょ。これはぜひ。麦焼酎というのはどういうものなのかと。いうのに、買うのは、まあ、おすすめじゃないでしょうね。ということで。うん。こんな感じになりました。それではぜひ、皆さん参考にしてもらえるとありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。